どうも、おやっとさです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は姶良市で超人気の和牛を使った焼肉屋さんで美味しい宮崎風辛麺をいただきました。わっずうまい一杯でした。最後までお楽しみください。九州自動車道姶良スマートインターから車で5分くらいのとこにあります姶良市倉掛和牛どころ竹中さんに開店前からお邪魔させていただいております。こちらが和牛どころ竹中さんのメニューになります。今回はこの中から辛麺と後で追い飯用の中飯をオーダーしました。しばらく待っていると着丼です。用の石焼き釜に入った辛麺、美味しそうということでいただきます。いや、これ辛うま。スープのベースは冷麺用のスープ、鶏ガラ、リンゴ、玉ねぎ、それに辛みはヤンニンジャン、コチジャン、豆板醤を配合。野菜にニラ、ネギ、ニンニク、国産ネギが配合されております。深みのあるコクにパンチの効くうま辛み、溶き卵の旨味とのバランスもよく、旨辛味を感じながらも角が取れたようなマイルドな辛味。そんなスープからリフトアップしてできた麺は盛岡から仕入れる盛岡冷麺の細麺。吸っちゃいます。いや、この麺が珍しい食感で美味しい。表面はつるっとしていてしっかりとしたコシ、麺がしっかりスープを持ち上げ、さらにひき肉やニラ、溶き卵も麺に絡みつき口の中まで運ばれます。さらに辛さがありながらも旨味を含めたスープ、これが麺に絡みつくと旨辛味が旨辛味を呼び込み、じゃんじゃんズバズバとすすりたくなってくる麺です。さあ、今度は竹中オーナーのおすすめでお酢を入れてみます。そのスープをすすってみると、いや、これがまた不思議。辛みが柔らかくなります。酸味が韓国キムチのように旨味を前に押し出し、あっさりと美味しく食べられるスープに変化。このお酢を入れる味変も、これもおすすめできる食べ方じゃないでしょうか。さあ、中盤から終盤にかけてじゃんじゃん麺を吸っていきます。お酢の効果の味変も美味しいことも再確認し、じゃんじゃんとすすっていけば麺を食べるスピードもアップしていき、麺を食べ終わり、今度は追い飯を楽しんでいきます。ご飯を入れてしっかりスープになじまして、追い飯食べていきましょう。いや、この追い飯がまた美味しい。辛味スープとご飯の相性がとてもいい感じ。レンゲで追い飯をすくえば、そこにひき肉や溶き卵、ニラを一緒にすくい、それを一度に口の中に含めば、それらの旨味が同時に味わえて、とてもうまい追い飯です。そんな和牛どころ竹中さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンもよろしくお願いします。鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ、本日も完食です。お酒と A4 英語クラスの和牛を楽しんだ後に締めの一杯として楽しんでいただきたい一杯です。ぜひとも焼肉も楽しんでください。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。